皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然工房パンクリエイター高橋貴子です。本日はパン作りの製法ということで、サワーダネということについてお伝えしたいと思います。サワーダネっていうのが、生地を作る前の段階でですね、酵母とかあと乳酸菌ですね、これが豊富に富んだ、初種っていう種を起こしてですね、それとともに生地を作っていくっていう製法になります。サワーダネっていう言葉は英語の、サワードゥから来てるんですけれども、サワーダネはですね、乳酸菌の割合がとても高いので、活性力が、ね、高いのでサワーダネで作る、パンというのは独特の酸味とか風味とかがあったりします。一般にヨーロッパではですね、サワーダネを発酵させて作るパンが多いので、割となんか酸っぱいようなパンが、ね、多かったりします。人によってお好みとか好みじゃないっていうのがあるんですが、私は個人的にはそんなに好きではありません。はい、サワーダネね、好きな方は好きと思いますので、ちょっとその独特の酸味がいいっていう方はぜひトライしてみていただくといいと思います。